マフィアのボスジョン・ゴッティは陪審人や目撃者を買収脅迫し、何年も刑罰を逃れてきました。地球上で最も滑りやすい素材にちなみ、テフロンドンと呼ばれました。テフロンはアポロ乗組員の月面着陸時の宇宙服、マンハッタン計画でのパイプやバルブ、キッチンのフライパンやオーブンシートなどに使われています。このツルツルの個体はなんで、なぜくっつかないのでしょう。テフロンとはポリテトラフルオロエチレン PTFE の表彰名です。テフロンは1938年、27歳のアメリカ人科学者が偶然発見しましたロイ・プランケットです。化学会社デュポンの依頼で無毒な冷却液を開発中に、実験用容器の中に形成された謎の白い物質が化学的に不活性、つまり他の物質と反応しなかったのです。また摩擦係数が極端に低く、他の物質が触れた途端に滑ってしまいます。このテフロンの特性は、何かを滑りやすくし、耐薬品性を与えたり防水加工などに発揮します。用途がたくさんあります。テフロンはあらゆるところで、例えばレインコート、工業用の玉軸受け、人工関節、回路基板、ロッキー山脈がテーマのデンバー国際空港の屋根にも塗布されています。 PTFE の驚異的な性質は分子の構造によるものです。これはポリマーで、原子の塊が鎖状に繰り返しつながったものです。 PTFE 鎖では基本骨格の各炭素原子にフッ素原子が2つついています。フッ素原子が炭子原子の周りを螺旋状に囲っていて、炭素とフッ素の結合は恐ろしく強固です。相手以外は誰も目に入らないカップルのように、炭素とフッ素の相互作用が強固なため、通常物質同士をくっつける分子間力も全く無効です。吸着力の優れたヤモリの足ですら表面をつかめません。あれ、変ですね。PTFE は何にもくっつかないのに、フライパンなどにどう付着させるのでしょう。フライパンにサンドブラスト処理や化学物質で傷つけたりして表面をザラザラにした後、糊の役割をする下塗り剤を重ねます。この下塗り剤の厳密な組成は各メーカー企業秘密です。フライパンに液体の PTFE を噴霧し、430度近くまで加熱します。層が凝固し、平らで滑らかな膜を作ります。この PTFE コーティングのフライパンで卵を焼くと、炭素とフッ素の強い結合により卵の中の水や脂肪、タンパク分子には反応しません。相互作用が起こらないので、食べ物はくっつかずに滑ります。 PTFE 加工のフライパンでの料理が安全なのかと疑問に思いませんか？もちろん気をつければ大丈夫です。PTFE は卵や魚料理の適度な温度では安定しています。しかし260度を超えると劣化が始まり、さらに加熱すると吐き気を催すような煙が発生します。フライパンを高温で空炊きすると260度を超えますが、普通の台所は煙を消散させる換気設備があります。傷ついたフライパンから剥がれた PTFE を摂取するのは体に悪いと考えられていましたが、近年では無害だという見解が一般的です。 PTFE は他の化学物質に反応しないので、体内では分解されないと考えられているためです。テフロンの製造が安全かはまた別の話です。デュポン社と分社独立したケマーズ社は数百万ドル相当の訴訟を起こされています。数十年間にわたり環境を汚染し、従業員や地域住民の健康を害したという訴えです。問題はテフロンの製造過程に使用された PFOA という有毒な化学物質です。ジョン・ゴッティに話を戻すと、テフロンドンは1992年、ついに5件の殺人などで有罪判決が下されました。それを受け、ニューヨーク市の FBI 局長は、テフロンドンは終わりです。マジックテープで全ての容疑が固められましたからね。これらのビデオで視野を広げてください。チャンネル登録で新しいことを学ぶチャンスを逃すことはありません。